ニューヨークの劇場シアター・ギルドでの公演。主演は、ジョセフ・シルドクラウト。1921年1946年の、ベルリン公演原作者、モリナール・リリオムは、ハンガリー出身のユダヤ人作家モルナール・フェレンツの、儀曲。ならず者の主人公、リリオムの生と死を現実と幻想の混じり合った、手法によって描いた全7話の引き劇。 遊園地の回転木場の客引きだったリリオムは仕事を失った苛立ちから妻に手を上げてしまうが妻の妊娠を知り生まれてくる子供のために金を作ろうと強盗を働く者の,の追い詰められて自殺する天の災配により16年後に1日だけ地上に戻り自分の子供に善行を施せたら天国に行けることとなり16歳に成長したまだ見ぬ娘を訪ね 空から盗んできた星を手品のふりをして娘に送ろうとするが何も知らない娘は不審があって押し問答となりつい娘を叩いてしまう。音がするほど叩かれたのに痛みがないことを不思議がる娘に母は同い過去を思い出す。モルナールは勤務していた日刊誌の主筆の娘と本作発表前の1907年に結婚したが妊娠により 神経質になっていた妻と喧嘩の末、暴力を振るったことから、訴訟騒ぎに発展していた。主人公、リリオムは、モルガール自身を反映したものであり、本作は妻へのある、主のメッセージでもあったと見られている。最初は短編小説として書かれ、その後偽曲化された。なお、この妻とは1909年に離婚した。1909年のブダペスト初演。 1912年のベルリンでの公演では不評だったが、1913年のウィーン公演から人気を集め、ブタペスト、ベルリンでの再演のほか、各地で演じられるようになった。1921年にはニューヨーク、1926年にはロンドンで舞台化され、日本でも1926年に近代劇場によって初演されて、以来、 1927年の築地小劇場、1933年の築地座による上演をはじめとして、様々な劇団によって繰り返し上演されている。映像化も幾度化され、1930年にはフランク・ボーゼーギが、1934年にはフリッツ・ラングが映画リリオムを制作している。1940年にはブロードウェイでバージス・メレディス。 イングリッド・バーグマン、エリア・火山により再演され、1945年には、回転木馬の台で、ブロードウェイミュージカルとなり、1956年には、同名の映画も作られた。同ミュージカルは、1950年より、宝塚歌劇団でも何度か上演されている。2011年には、ジョン・ノイマイヤーがバレエか、ハンブルクバレエ団により初演された。 1915年に森郊外翻訳小説集諸国物語でゴロツキの焦点として収録された。川端康成も1924年頃にリリオムの本案と思われる小説星を盗んだ父を書いている。1931年の伊丹万作の映画金敵力太郎は本作によったものと言われる。1954年の東方映画 江ケ県の天国と地獄も、リリオムを下敷きにしていると言われており、主演の江野本県一は、俺こそ、色男リリオムという歌もリリースしている。ありがとうございます。